ジェイソン・ユージーン・テリーはアメリカ合衆国のワシントン州シアトル出身のバスケットボール選手。ポジションは主にシューティングガードだがポイントガードもできる。身長188センチメートル、体重82キログラム。膝の怪我を防ぐためにハイソックスを履いてプレイしていた。NBA での3ポイントフィールドゴール成功数は歴代3位である。少年時代は シアトルスーパーソニックスに所属していたゲイリー・ペイトンに憧れていた。1994年、1995年と2年連続で高校を州のチャンピオンに導いた。この時の背番号31は2007年に永久欠番となった。アリゾナ大学時代の1997年にはマイク・ビビー、マイケル・ディッカーソン、マイルズ・サイモンらと チームメイトで NCWA トーナメントに優勝している。1999年にはパシフィック10カンファレンスの最優秀選手およびオールアメリカンのファーストチームに選ばれた。1999年の NBA ドラフトでアトランタホークスから一順名全体10位で指名を受けた。1999から2000シーズンには平均19.7得点を上げチームトップのスティール。 アシスト、フリースロー成功数を残し、オールルーキーセカンドチームに選ばれた。ホークスからオールルーキーチームに選ばれたのは、ステシー・オーグモン以来のことであった。2001年には、オーストラリアのブリスベーンで行われた、グッドウィル・ゲームズにアメリカ代表として出場した。2002年1月15日のダラス・マーベリックス戦で、自己最多の46得点を記録。 2003年のシカゴブルズ戦で初のトリプルダブルを達成した。このシーズン、彼は600アシストを達成したが、これはホークスの選手としては、ムーキー・ブレイロック、ドックリバースに次いで史上3人目であった。ホークスには5シーズン在籍し、オールスターレベルの成績を残した。しかしチームはドアマットに沈んでおり、オールスターゲーム出場もなく、 プレイオフ出場は叶なわなかった。ホークスでは、シューティングガードとして出場することが多かった。2004年8月、アントワン・ウォーカー、トニー・デルクトの交換で、アラン・ヘンダーソンと共に、ダラス・マーベリックスへ移籍した。マーベリックスではそれまで先発ポイントガードとして、活躍していたスティーブ・ナッシュの移籍が決定しており、後釜の選手を熱望していた。ポイントガードとして、 テリーはチームにフィットするまで多少の時間がかかったものの、徐々にチームの攻撃的なスタイルに慣れていった。シーズン途中に移籍してきたガレル・アームストロングが先発出場し、テリーはシックススマンとして出場する機会もあったが、大半では先発として出場、シュート成功率50%以上、3ポイントシュート成功率40%以上。 フリースロー成功率80%の活躍をした。そしてこの年、プレイオフ初出場を果たし、平均17.5得点、シュート成功率51%の数字を上げる、活躍を見せたがチームは、カンファレンスセミファイナルで、スティーブ・ナッシュが移籍した、フェニックス・サンズに2勝4敗で敗れた。2 0 0 5から06シーズンは出場した全試合で、先発出場した。 デビン・ハリスら若手の活躍もあり、ゲーム途中は、シューティングガードを務めるなどの器用な器用法で、チーム躍進の鍵になった。その分、ポイントガードに徹していた昨年よりも平均得点は上昇しアシストは減少するというホークス時代の、スタイルが、マーベリックスで発揮された。サンアントニオスパーズとのカンファレンスファイナル第6戦は、出場停止となったがチームは4勝3敗で、 NBA ファイナル出場を決めた。ファイナル第6戦で彼は、シュート25本中7本、3ポイントシュート11本中2本しか、成功できず、チームは2勝4敗で、マイアミヒートに敗れた。この年のプレーオフでは、チームトップの得点を挙げた。2006年7月1日、フリーエージェント市場が解禁されて、わずか12時間後に彼は、 マーベリックスと6年契約を結んだ。2006から07シーズンからは完全にシューティングガードにコンバートされて、このシーズンは1試合平均16.7得点を上げた。チームはウェスタンカンファレンストップの67勝15敗の成績を上げたが、プレーオフ1回戦でゴールデンステートオーリアーズに敗れた。第1シードのチームが、 プレーオフ1回戦で敗れたのは7試合制になってから初めてのことであった。その翌年の07から08シーズン以降は徐々にシックスマンとしての出場が増え、08から09シーズンは74試合中63試合をシックスマンとして登場し、1試合平均19.6得点を挙げて初のタイトルとなるシックスマン賞を獲得した。 マーベリックスからの受賞は、ロイ・タープリー、アントワン・ジェイミソンに次いで3人目であった。2010年3月、ミネソタティン・バーウルブズ戦で、相手ガードのコーリー・ブリュワー,ーとの接触プレーで、眼下手を骨折、手術を行った。手術後7日から10日程度で復帰すると当初、予想されていたが怪我による欠場は長引いた。二千十一年五月八日の、ロサンゼルス・レイカーズ戦では、 プレーオフ対記録となる9本の3ポイントシュートを決めるなど32得点を挙げた。その試合で彼が失敗した3ポイントシュートはわずか1本であった。NBA ファイナルでは5年前と同じ相手、マイアミヒートと対戦した。第6戦の前半、不調だったダークノビツキーに代わり活躍。チームはこの試合に勝利し、4勝2敗でファイナル初優勝を果たした。 2012年7月18日、3年契約でボストンセルティックスへ移籍した。2013年6月28日、ポール・ピアース、ケビン・ガーネットと共にブルックリン・ネッツに移籍した。2014年7月、ヒューストン・ロケッツに移籍した。12月22日のポートランド・トレール・ブレイザーズ戦で、史上3人目となる2000本目のスリーポイントを成功させた。 2016年8月18日、ミルウォーキーバックスと契約。2017年9月15日にバックスと再契約した。シュートを放つジェイソン・テリー。ありがとうございます。